はい、ヤ、え、フー、Yahoo! ニュースサイトを見ながらの、えー、無駄話を始めたいと思います、えー、まあよた話ですけども風呂上がりの扇風機は気持ちいいっすね、うん、ほんと涼しいですわあさてと、えー、と今日、えー、取り上げるのは、えー、とヤフーニュースからのあの j キャストニュースビジ,ビジネスメディアウォッチ加さんからなんですが 「ひろゆき何が悪いのかわからない、えー、沖縄玉城知事ゼレンスキーです発言騒動に疑問」っていう記事ですね、えー、引用しますとインターネット掲示板2チャンネル現在の5チャンネル解説者のひろゆきこと西村ひろゆきさんが2022年5月25日沖縄県の玉城デニー知事が基地問題の有識者会議で ゼレンスキーですと発言しその後謝罪した問題についてツイッターで持論を展開した、えー、ということなんですけどもひろゆきさんに関しては、まあ、特に、えーえーとえーまあ、何が悪いのか分からないって、まあ、そのままですよね。えーえー、まあ玉木さんも、まあ「ゼレンスキーです」って言って、まあ、最初は周囲から笑いが起こったってことなんでまあそれはねっていうんで。 ええ、まあ法的には何も違反していませんし、ええ、まあその前にあの深刻な話をするときに場を,やを和らげようと思ってまあそれで笑いが起きたって言うんだったらばまあそれに関しては大したことじゃないのかなと確かに私も思いますまあここだけ切り取ってニュースとして報道されると確かに違和感はありますけどねええ。 まあ現在ねあの進行されているっていういる国のえ最高指揮官っていうんですかね大統領の名前を引き合いにしたっていうんですけどもまあ前例としてまあ何てうんですかねこういった会議の場で場を和ますためにどうもビンダリンですとかフセインですっていうふうにチョイスをしたい人はあまり聞いたことがないので。 ひろゆきさんもこの記事の最後で、まあ、冗談としては面白くないっていうふうに言ってるんですけど、まあ、それに尽きるのかなっていう <laughs> まあそれ以上でもそれ以下でもない、まあ、深刻化するような問題でもないかなとは思うんですけども、A、本当に肝心なことは、まあ、この基地問題についてあのちゃんときちんと有識者同士で話し合われたかどうかっていう意見があって、まあ、それが正論かなと私は思います。 まああのえー、コメント欄見てると許されない発言だとかそういった発言も多いんですけどね、えー、まあね、うん、失言っていうほどの失言なのかなとは思うんですけどもなんでゼレンスキーさんをチョイスしちゃったのかなっていう風なのが、えー、ちょっとよくわからないっていうのがありますねまあ多分前後にいろいろあったんでしょうけどね。 えーあうん、まあこのねあの県知事さんの働きとかで、まあ、有,有,識者有識者同士の会議とかで沖縄の未来について、まあ、問題とかいろいろありますけども軽減されるといいと思いました。えーえー、今回はここまでです